オータプロエンターテイメント学院とは、オータプロダクションが創業したお笑い芸人の養成所、2009年開設。1990年代にお笑い芸人の養成を目的として事業化されたオータプロセミナーを開祖、発展させ2009年にスタートした。前身のオータプロセミナー出身者には360度、モンキーズ、インスタントジョンソン、キクリン、 少林寺健康クラブサワー沢口イエスマンがいる。2012年に名古屋で開校したほか、2015年には福岡、2016年には札幌で事業を開始することになった。2019年より大田プロエンターテインメントカレッジに改称。略称は幾。各校とも大田プロセミナーの流れを組んで、お笑い芸人の養成コースがメインとなっているが、名古屋以外では、 それぞれの地域の事情に応じた特色あるコースが設けられていて、東京では海藻に最始放送作家を養成するコースが開設された。また福岡ではタレントを目指す女性のための限定コースが新たに設けられた。2015年の10月から東京校が年に規制になり、女性総合バラエティコースが新設される。授業は 1> 週1日2時間程度と他の要請書に比べて少なく、授業料は年間34万円。また各校まで通えない遠方在住者のためには通信講座が用意されている。公式ホームページによる一区各校出身芸人も参照。ありがとうございます。